久保さん。今回、現実にしましょうか。現実の件今日ね、久保さん。僕、夢の中に入り込んでて、夢見てたんですよ。で結構もう、ほんと入ってて。で、まあ、起きた理由が、僕、あの、あの、銃でこう撃たれたんですよ。で、マシンガンでこう、 撃たれてうわーってなっててで最後殺し屋の人にあのよし生きのあでなんかその部下の人がまだ動脈ありますみたいな生きてますみたいなまだこいつ生きてんのかみたいなじゃあの,息のねのねじゃどうやって殺してやるかなみたいなんであ殺されたくないと思って起きたんすけど <laughs> ああみたいな <laughs> いやー。で、その時に、その、なんか、殺される前に、なんかその、なんか、夢の中で走馬灯みたいな。<laughs> なんかよく走馬灯ってあるじゃないですか。夢の中で死ぬ前の走馬灯。<laughs> あ、やあ、死んだらもう何もなくなるんだなて。ああ、ああ、ああ、って相馬灯が流れて、いろんな、今までの、パッと起きて、生きてるみたいな。 <laughs> ちょっと今日はちょっとあれですねちょっと夢うなら今からちょっと夢占いでなんか夢占いってあるんですよねちょっと夢夢占い殺されるちょっと銃十撃たれる人物 あなたが誰かに銃で撃たれている夢は欲求不満を解消しようとしていることを示しています。もし撃たれて血が出た場合、不満を解消に,により運気が上昇する際に、また銃で撃たれて死んでしまう場合、人生において大きな変化があることを表している。問題や悩みが解放されることを教えてくれています。えぇ。殺されそうになっておきましたからね。<laughs> 欲求不満を解消しようとしていることを暗示しています。なるほどね。うん。 まあ僕はもう今回その夢から学んだのが、あ人間とは簡単に死ぬもんだな、みたいな <laughs> 簡単に死ぬんだなっていう、なんかそういう夢の中で、ああ、撃たれたらすぐ即死やな、みたいな <laughs> あ。こんなに簡単に人間って死ぬんだ、みたいな。か学びましたね。だからああ、なんか、あまだ俺、行きたい、みたいな。やり残したことがあるというか、まだちょっとなんかやりたいな、みたいな。 そうな、なんかあの、ね、久保さんも、僕もよく言ったりしますけど、今日死んでも別に効果ないよ、みたいな話なんだけど、効果ありますね。なんか、学びましたね。もうちょっとなんかいろいろやりたいっすね。<laughs> もうちょっと <laughs>。ま、そのよもうちょっとなんかやりたいっていう欲求なんでしょうね <laughs>。うん、なんか、まだ、まだちょっとやらない。かドリアカもまあ、60歳まで僕サポートするって言ってるんで、 あとに、やっぱ20年はちょっと生きないと、あれだな、っていう。うまあ、60歳まで全うしたらまたあるかもしれないですけど。まあ、今日はちょっとそれとか学びましたね。うん。だからま、あ本当ね、まあ、日本において、日本で殺される、銃で殺されるっていうことはね、あんまりないと思う。シチュエーション的にはあんまりないと思うんですよ。 多分そのなんかウクライナのやつとかも相当まだ続いてるじゃないですか。なんかロシアでそのマクドナルドのなんだっけなんかニュースであったんですけど、なんかマクドナルドを撤退したでロシアの企業買収して、なんかその、まあ、またま、なんかハンバーガー売り出したみたいな。ずっと続いてるじゃないですか。あれも3ヶ月ぐらい。ねまああれで亡くなられた方も相当いると思うんですけど。日本って本当ありがたいですよね。 銃で多分撃たれるっていうことが、なんかアメリカでも、なんか学校で乱射事件とか何,何回も結構今年に入って結構あったと思うんですけど、なんか日本だと銃で撃たれるってことがまずはほぼあんまないじゃないですか。うん。ね、戦争をやってるとこだったらまあそ,そういう状態ですし、ね、学校で授業を受けてたら殺されるみたいなね、よくわかんないですよね、もう。 やっぱ、生きてるうちになんかいろいろやった方がいいと思いますよ。本当にあっという間ですよ。一瞬ですね、うん。僕は夢の中で、あ、死ぬってこういうことなんだ、みたいな。なんかもう、秒殺だな、みたいな。あっけないな、みたいな。<laughs> あ、死ぬってこんなにあっけないんだ、みたいな。<laughs> すげえ感じましたね。うん。死ぬときあっけないな、みたいな。 ああだこうだね。ああだこうだ言ってんだけど。まあ、久保さん、まあ、平均寿命、まあ寿命的に言うとね、久保さんが10年上ですから、まあでも久保さん10年上だけど、久保さんの方が長生きしそうなんですけどね。久保さん生命力強そうっすよね。うん。まあ、なんか持ってやらないといけないなっていうのは、ちょっと、古い方、しましたね、今回の、え、あの、夢で。うん。 だから生きてる時しかやっぱいろいろできないんで、まあ前回でもなんかまあ会社の給料の話しましたけど、まあ何のために生まれてきたのかっていう意味はないかもしれないけども、少なくても僕はその会社の規模、まあね、昔は僕はそういう気持ちで会社で働いてた分あるんですけども、まあ鹿児島で独立するのを選んだ時にやっぱり、 自分の人生はこれでいいのかっていうのをすごく深く考えましたよね。このまま会社のために頑張って生き続けるっていうのが自分が望んでいた人生なのかっていう。まあ、いろんなことを考えましたね。まあ、それもそれでま、一つの人生だとは思うんですけど、僕が本当に望む人生って何なんだろうっていう。僕が描く、まあ、夢。まあ、ここが夢見たっていうともあるんですけど、夢描いてたネットビジネス、 を見たたたに夢描いてたっていいいてててっっっううううののはどういう人生だったのかなっていう会社に泊まり込みして会社のためにこう働いてきて十何年働いてきてうん、これが望みだったのかっていうなんかいろいろ考えましたね、本当にまあもちろんそのお世話になったっていうところも本当にあるのでうん、まああとね、ちっちゃい時から大きくしたっていうその僕がい 僕しか知らないですからね。一番最初にいたの僕ですから、まあみんな辞めちゃってましたか当時の初期,メ初期メンバー全員辞めちゃったんで。うん。だからその、なんだろうな。本当に01というか、ちっちゃいエビスマンションの一角からスタートして、ね、会社の歴史を本当に最初から知ってんのは僕しかいなかったですからね。まあいろいろな思いはありましたけど、ただ考えましたよね。 人生について。うん。でも、あの時僕は決断、まあいわ、いろいろなこと言われましたけども、うん。まあ、自分、なんかね、あの時、なんだろうな。うん。本気で自分の人生について考えれましたね。俺は何、どうしたいのかとか、なんか、すげえ考えましたね。 で、結果、まあ、自分と対話して、まあ、最終的にやっぱ自分の、こうなりたい、こう、ネットビジネス始めた理由ってパソコン一台で自由な暮らしだよな、と。それを、なんか自由になりたいっていう、まあ、僕はドリームアカデミアっていうのを運営してて、そのドリームアカデミアのロゴは鳥なんですけど、ね、そのネットビジネスの、その、そもそも前の、なんか鳥を見てね、 あ鳥みたいに自由にこう飛べたらいいなみたいな。なんかあんな人生いいだろうなって自由に空飛んで、みたいな。うん。まあそういうのを僕は思ってたんで。うん。まあ今思うとあの時決断してて。まああの時決断してなかったらこの久保さんとのやりとりもないですからね。100%。でも100%ないですね。こんなやりとりしてるのは。 ま久保さんと絡むっていうことも多分そうそうなかったと思いますし、うん、そう。うん、いや、またなんか、大きくなんかまた変わっていくんでしょうね。僕も40ですからね、今年で。うん、なんか今日は一回人生終わった感じがしますね。まだ生きてるみたいなね。<laughs> なんかその <laughs>、夢、 夢で本当に死んで、なんだろうな、第二の人生みたいな、なんかちょっとすげえリセットされた感じがありますね。相当夢の中入ってたんでけど、ちょっと怖かったそすもん。だって夢の中で、夢の中で、夢の中で相馬刀ってちょっとすごくないですか <laughs> 現実で死ぬ時に相馬刀だったらね、それは話あるんだけど、夢の中で殺される時にその夢の中でまた相馬刀するみたいな、よくわかんないですね。<laughs> マトリックスみたいな感じでしたね。 わあ、生きてるっていう <laughs>。もうなんかいろいろありますね、人生はね。夢からも学べますね、うん。ちょっと今日はすごく衝撃的でしたね。